こにも人間がいないね。もう何も残ってないね。どうしよう、お姉様に叱られちゃう。どうしよう、何か見つからないかな。ここに何か落ちてるよ。これ人間の道具だよね。人間じゃなくて魔法少女だよ。魔法少女の道具。これすごく強い思いがこもってる。見てみる？見てみよう。お姉様が喜ぶかもしれないし。そうだね、お姉様が喜ぶかもしれないし。みんな、ご苦労だったな。やっほー、こんなの楽勝楽勝。ココアちゃんは今回も大活躍でしたね。アカネキにはかなわないってば。それと、アキアキの指示がいいってのもあるね。それに応えてくれる君たちあってこそだ。このメンツであれば、これからの戦いも安泰だろう。まったくだ、お前たちがいてくれて本当に助かる。オムニスはもう少し頑張ってほしいんだがな。本来指示を出すのは君の役目だろう。本当だよ、オムニスふわふわしてるだけだし。そう言うなって、俺どもみんなに力を送るべく努力してるんだぞ。そうですよ、オムちゃんがいなければ私たちは魔法少女に変身できないんですから。赤の言う通りだ、俺がいなければ。ああ、なんだ、いたのかよ。つうか、なんで変身してんの？だって僕も魔法少女っすから。そうじゃねえよ、何もしてないのになんで変身してんだって言ってんの。僕にも指示してくれれば。はあ？それは俺が悪いってことかよ。指示してくれないから何もできませんってか。そんなこと言ってないです。間接的に言ってんだよ。そもそも俺らは先行封殺パーティーだから、お前みたいな回復専門はいらねえんだ。オマちゃん、それは言い過ぎですよ。まったくだ、マリアンヌが暇だというのはいいことじゃないか。それだけ戦術がうまくいっている少佐だからな。僕が役に立ってないのは当然のことっすから。いいえ、パワハラを見逃すわけにはいきません。さあ、オムちゃん。ごめんなさい。よしよし、マリオちゃんもこれで許してくれるよね。許すも何も、何の役にも立たない僕が悪いわけっすから。そういう言い方は良くないな。もう少し自分に自信を持った方がいいぞ。アキサちゃんの言う通りです。マリちゃんがいてくれるからこそ私たちも安心して戦えるんですからね。
ちょっと休憩しよっと。お疲れ様です。ココアちゃんのおかげでマリちゃんも元気になったみたいですよ。それはいいけど、本当にこれからどうするの？そうですね、あの子のためにも戦力外通知してあげた方がいいかもしれません。実際に彼女の出番は皆無だからな、アタッカーと入れ替えた方がいい。なんだよお前ら、俺を悪者呼ばわりしてたくせに。それは君がバカだからだ。わざわざことを荒立てる必要はないだろう。それはそうだけど、あいつの顔見てるとイライラしてさ。あらあら、またパワハラですか？でもオムニャンの言うことわかるかも。あの子ってちょっとあれだよね。そうですね、無言でニヤニヤしていたりすることがあって気持ち悪いですし。やれやれ、これは早々に処理した方が良さそうだな。こんな僕でも優しくしてくれるなんて、本当に仲間っていいものっすね。オムニスさんはちょっと怖いっすけど、僕が頑張ればきっと認めてくれるはず。よし、今度の戦いは空気にならないように頑張るっすよ。いるなんて。ココア、もうダメ。私も限界です。ここまでか。チェース！うわっ！みんな、まだまだこれからっすよ。誰にも負ける気がしません。ありがとうマリアンヌ、やっぱり僕らには君が必要だ。そう言ってくれるのは嬉しいっすけど、オムニスさんはそう思ってないっすよね。いじめないでくれよ。すまなかった。君のような優秀な魔法少女を軽んじるなんて、俺は本当にダメなやつだ。まったくだぞ。だから君はダメなんだ。本当にダメな猫ちゃんね。おむすけのくせに調子乗りすぎだよね。まあまあ、そこまでにしてあげてほしいっす。僕は心が広いから全部許してあげるっすよ。いいですか猫ちゃん、マリちゃんの優しさに感謝するんですよ。感謝します、感謝します。よし、そろそろ魔獣を片付けるとするか。マリアンヌ、僕たちに力を貸してくれ。もちろんですとも。これが僕の。あれ、なんで僕の部屋に？はあ、あんなの夢に決まってるっすよね。でも本当にあんなことが起きたら、僕を見直してくれるかもしれないっす。そうしたら、さっきの夢みたいに。カウション、カウション。お？どうしよう、
どうせ言ってもオムニスさんに邪険にされるだけだし。でもここで行かなかったら、僕を応援してくれてるみんなに申し訳ないっすよね。そうっすよ。僕が役立たずじゃないってことをオムニスさんに見せてやるっす。に強力な魔獣がいるなんて。先手を取られた時点で負けは決まっていた。今回ばかりは先行逃げ切りといかなかったな。どうしますか。一度撤退して体勢を立て直した方が。それもちょっと無理そう。信じられないぐらい悪魔が湧いてるし。ということだ。あの回復は僕に。今さら回復されたところで意味ないんだよ。そんなこともわからないのか、この役立たずが。そんなみんな何か僕にできることは。何でもやるっすから。役立たずじゃないところを見せるっすから。何ができるってんだ。回復するしか能がないくせに。待て、オムニス。君は今何でもやると言ったな。言ったっす。回復でも支援でもおとりでも何でもやるっすよ。そうか。だったらおとりになってくれ。君が陽動してくれれば方位に穴ができる。その隙に僕らが脱出するという算段だ。みんなが助かるっすか。ああ、方位にな。だが無理強いはしたくない。君が決めてくれ。分かったっす。それでみんなが助かるなら僕がおとりになるっす。助かる。僕らも体勢を立て直し次第救援に戻る。それまで何とかして耐えてくれ。これって絶対助けに来ないやつにゃ。でも希望を持たせるのは大事ですから。なあ、お前らって相当あれだよな。一番えげつないのはアキサだけどさ。よし、マリアヌ、すべて君に託したぞ。任せるっす。悪魔ども、この僕が相手をしてやるっすよ。僕まだ生きてるみたい。でももう動けないっすね。まだ息をしてるのが不思議なくらい。みんな逃げられたっすよね。僕が助けた。みんなの命を僕が。ちょっとだけ気分がいいっす。いいように使われたのはわかってる。だけどみんなを助けたのは確かだから。悪魔が戻ってきた？なんすか？何か引きずってる。なんだか見覚えがあるような。どうしてこっちの体には足がないっすか？
して、あっちの体には首がないっすか？それに、あのドレスは、あのドレスは。バカな人間だね。バカな魔法少女だね。でも少しだけ幸せだったのが面白いね。お姉さまも面白がってくれるかな。きっと面白がってくれるよね、コクリ。この魔法少女も最後に役に立てたね、ハクリ。